さんこんにちは、ひなです。今日は最近のお気に入り紹介をしていこうかなと思います。今回お気に入りアイテムが7点あるので、いろいろご紹介していけたらなと思います。最後まで動画を見ていただけると嬉しいです。それではスタート。はい、というわけでちょっとまずはじめに余談なんですけど、またまた髪の毛を短くしました。やっぱ1回切るとね、もうちょっと切ろうかなみたいな感じになって、で今回もいつもお世話になってる美容師のね、福岡今泉にあるシックリナさんにしてもらいました。いや、いいですね、この長さで。今日はちょっと外羽でヘアセットしてみてるんですけど、まあ、まだちょっとね慣れてないかも。まだそんな経ってないから、日がこんな感じがいいのかなみたいな、今試行錯誤しながらヘアセットを、毎朝楽しんでいるっていう余談でした。はい、というわけで、今からですねお気に入り紹介やっていきます。では今回は、本当に幅広く、まあ、引っ越しとかもあったので、今ここにちょっと映ってるんですけど、いろいろ食品、まあ、もちろんスキンケア類とか化粧品かな、そういったものも含め生活用品とかも、ちょっとご紹介していこうかなと思います。まずはじめに1つ目、この大きいのからいきますね。はい、こちらのマーシャルスピーカー購入しました。これですね、まあ、ずっと新居いいですね、引っ越してからは欲しいなってずっと去年から思っていて、引っ越したのでね、そのタイミングで購入したものになります。やっぱまずね、見た目が何とも言えないですよね。可愛すぎる。でこれがあるだけで本当にお部屋の雰囲気が出るというか。で私はここがブラウンのものを選びました。黒とも悩んでたんだけど、今結構ここのお部屋に置いてるんですよ、このスピーカー。で割とウッド系のものが多いので、このブラウンにしましたね。普段はなのでこれ Bluetooth つなげて音楽聴きながら何か作業やったりだとかしているんですけど、本当に音がいいんですよ。口コミとかもいろいろ見てたんだけど、見た目だけじゃなくって性能もすごくいいので、これは買ってよかったなと思ってます。長く大事に使っていきたい。まずはこちらですね。本当にこれは憧れのものが購入できました。はい、そして続いてはこちらです。チェキですね。これは主人の友人からプレゼントしてもらったものになるんですけど、ずっとねチェキ欲しいねって言ってたタイミングでもあったので本当に嬉しくって、こちらが、最近のお気に入りです。どこか出かけた時とかにも使ったりとか、まあ、すぐねやっぱこう出てくるじゃないですか、チェキって。だからなんかその場でこう友達と共有したりとかもできていいなと思って大事に使っています。あとチェキいろんなタイプがあるんだけど、本当にねおしゃれなデザインのものを選んでくれてめっちゃいいですよね。これもね、あのインテリアとして普段はいつもこのスピーカーの横にね置いてるんだけど、すっごいいいなと思って、こちらもお気に入りですね。でこれがあとここにねミラーがついてるんですよ、ちっちゃくね、ミラーが。そうだからこうやってあの自分たちでね自撮りする時も、ここの部分に2人が写ってたらちゃんと写ってるよっていうのが分かるので、それもすごくいいなって思っているポイントです。いや、いいですよね。やっぱりなかなかね、やっぱこうスマホとかになっちゃうから、こうやって写真がすぐ出てきて形に残せるっていうのはいいなって思っております。はい、そしたら次化粧品の紹介していきます。まず1つ目、こちら、このねカネボウのベイルオブデイという日中用美容液になっているんですけども、これは本当に手放せないぐらいもう毎日使ってますね。というのも先月ぐらいからずっと話しているように、花粉とかで割とねやっぱ揺らぎやすい時期が結構続いていて、乾燥が気になったりとかするんですよ。でもやっぱ最近暖かくなってきたっていうのもあって、日差しがね強くなってきてるので、日焼け止めとかももっと気にしなきゃいけないなって思ってる時に、これがね最近発売されたのかな、割とで、ずっと気になってたので購入して使ってみてるんですけど、まずねこれ一応日焼け止めなんですよ。 SPF50PA3+ 入ってるんですけども、本当に日中用美容液っていうように全然日焼け止めの感じがなくって、保湿も本当に乳液を塗っているぐらいすごく軽いつけ心地だし、お肌がもっちりとするし、乾燥もそんなに気にならないから、もうこれは手放せない商品です。このねカネボウの私あの朝のねクリームも使ってて、本当に乾燥がひどい時はもうそれも使ってるんだけど、最近はでもこれ1本で割と私は十分かなって今の時期はね感じてるので、これ1本をまず一番最初に使って
って、その後まあ下地を塗るなりしています。テクスチャーはねピンクっぽい感じなんだけど、本当に馴染みがよくって、かなりこれはねもう何を塗る前にもまず初めに使ってるって感じかな。でもう一つがこちらですね。これは新たに買ったわけではないんだけど、最近もうほぼ毎日使ってます。今日もね使ってるものなんだけど、これはフーミーの、マルチグロースティック、カラーがピンクオレンジという、ものになっているんだけど、こんな感じ。これは、まあ、マルチなので、まあ、どこにねお顔使ってもいいんだけど、私はこれをチークとして使うのがすごく好きで、まあ、最近はピンク系のメイクとかが好きだったりとかもしていて、オレンジのチークではないなっていう時に、あ、これいいかもと思って、またこう自分の中でブームが来てよく使ってるんだけど、ほんのり色味がねつくからめっちゃいいんですよ。でツヤっぽさも出るからいいと思う。もうそんなにこうがっつりチークを乗せたくないって人とか本当にいいと思いますね。ポワンとこう血色感で自然な感じで色をね出してくれるからすごくよくって、自分の中でまたね、あ、これやっぱいいなっていう風にブームが来たので、こちらも今回お気に入りに入れました。続いてが、今ねここにずっとコップがあったんだけど、これってわけではなくって、こちらですね、食品になるんですが、こちらがコストコで購入したオーツミルクです。先月末コストコに行っていろいろお買い物したんですけど、オーツミルクが私がすごい好きで今まで飲んでたんだけど、あ、コストコにこれあったの知らなかったと思ってこれを購入したんですよ。でもまあコストコってねたくさんじゃないですか、1個じゃないからどうだろうと思いながら購入してみたんだけど、すごく美味しくって飲みやすくって、結構癖があるものも中にはあるんですよ、私がこう飲んできた経験の中で。全然このコストコのはそういう感じもなくって、で主人が初めてで飲んだんですよオーツミルクで、え、これ美味しいねって言って、最近は牛乳とかを飲むよりもずっとこれを飲んでます。でこれで普通にグラノーナ食べたりだとかもしてるし、私は結構こうやってカフェラテとして飲むことが最近はね多かったりとか、まあ、普通に本当料理で牛乳の代わりに、まあ、卵とか一緒にこう混ぜて作ったりとかもしてるし、うん、めっちゃいいなと思って、だからまたコストコ行ったらこれは買おうねっていう風に言って話してます。コストコはねやっぱりこう今までとはちょっと買うものが変わってきてるなっていう風にこの前行ってみて感じました。なんか他にもいろいろ気に入ってるものはあるんだけど、またちょっとコストコ購入品とかもやりたいなと思ってて、あとぜひなんかこういう商品めっちゃいいですよみたいなものがあればぜひ教えていただきたいです。本当にカフェラテ美味しいのでぜひ飲んでみてください。では一番最後のアイテムがこちらです。このイソップのポストブードロップスですね。トイレ用消臭芳香剤です。これは Vlog の中とかでご紹介したことがあるんじゃないかなと思っているんですけども、これは妹が教えてくれたんですよ。これめっちゃいいらしいよっていう風に言って、え、気になるからじゃあ買ってみようと思って、買ってみたんですけど、こんな見た目なのにこれがトイレ用の消臭芳香剤ってどういうことなんだろうって思ったんですけど、使い方はトイレの後に流して、その後にスポイトなのでこうピッとこんな感じなので、これを中に垂らすだけでふわーっとね香りが広がってくれるんだけど、香りはねこう柑橘系というかマンダリンオレンジだから、もう本当にイソップの香りを想像していただけたらなと思うんですけど、すごく爽やかな香りでふわっと結構広がってくれるから、あ、めっちゃいいなと思って使ってます。で、あとこれ他にいいところがトイレ以外にも使えるんですよ。例えばシンク流しのところに垂らすこともできるし、結構やっぱ匂いがね出るのでそういうのにもいいし、お風呂とかにも使えるし、あとお風呂掃除の後とかに排水口とか、まあもちろん洗面台とかでも全然いいと思うんですけど、そういう風にいろいろ使えるから、あ、これ持っててめっちゃ便利だなって思います。なんかプレゼントとかでも嬉しいですよね。この見た目だから本当置いてても違和感ないし、結構使ってるけど量も持ってる気がしてます。なのでなんかぜひ新生活始めた人に何か送りたいなっていう方はこれめっちゃいいんじゃないかなって個人的には思いました。はい、そしてちょっとさっき最後っていう風に言っちゃったんですけど、もう一つありました、ごめんなさい。
ください。もう一つがお洋服になるんですけども、はい、こちらです。このねカーディガンなんですけど、まあ、本当にねだいぶ前からもカーディガンがすごい好きっていうのを言ってるから、あ、またカーディガンって思うかもしれないんだけど、このねプラージュで購入したネイビーのカーディガンです。これがねまたジャケットっぽい感じのデザインで、それに惹かれて購入を決めました。私はこれは福岡、博多ですね、博多の店舗で見かけて、まあ、そこでね一目惚れをして購入したんですけど、すごい人気の商品だったみたいで、ちょうど再入荷をしたタイミングっていう風に店員さんに聞いたので、じゃあっていうことで購入しました。結構やっぱ寒暖差がね激しかったりとかもするので、これはやっぱ朝着ていてて、まあ、日中は脱いでもいいし、それでまた夕方寒くなったら着るみたいな感じですごい使ってたりとか、デザインが本当にこのジャケットっぽい感じだから、きれいめ系のファッションにも使えるし、もちろんカジュアルなデニムの時にも合わせやすいなっていうことで、もうとりあえず迷ったらこれみたいな感じで、羽織物として本当に大活躍しているアイテムです。はい、そんな感じで以上になるんですけども、7点ですね、最近のお気に入りを紹介してみました。なんか本当はもっとねこう家電系でこれめっちゃ使ってよかったなとか、もうそれこそ洗剤だったりとかいろいろねあるんだけど、またまとめてそれは新居で買ってよかったものとか撮れたらいいかなって思っています。はい、というわけで最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また次回の動画も見ていただけると嬉しいです。ではまた、バイバイ。